それでは、ベールという作曲家のスペインの歌という曲についてお話をしていきます。ベールという方はドイツ人なんですね。こうドイツ人なんですが、こうドイツでこうピアノが盛んになって、こう始めピアノを始めたばかりの人でも弾けるような、優しい曲をたくさん書いた人です。で、スペインの歌という、まあ、題名なので、スペインらしいこう音楽になっています。どこら辺がスペインらしいか、例えば初めちょっと弾いてみますけど、例えばしっかりアクセントが2つついてるんですよね。例えばドイツの音楽とかバロックの古い音楽だと必ず最後を必ず収めてくださいねっていうことを、よく言われると思うんですが、これは逆です。こう2つしっかり当てていく。例えば宮廷の音楽はね、こう礼儀正しいさ求められますけど、これはもうスペインのこう街の歌だし、こう元気に歌う曲ですから、お礼みたいなことがいっぱい出てくると思います。あのね、いろんなスペインの民謡とかメキシコの民謡、最後こう元気に終わりますよね。同じ感じで、特にこの1段目の終わりですね、うまくこう2つ、なおかつこう乱暴にならないようにはしたいですね。下に乱暴に弾くのでなく、ポン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 、こう手を叩くんだけどしっかりこう上がっていくような感じですね。あのスペインの曲で、こういう2つの音の並び方っていっぱいあるんですけど、うまくこの2つの音を叩いてあげること、真ん中のあたりも出てきますよね、確か。ポン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 、最後の2つの音を上手に作ることがこのスペインらしさのコツかなと思います。繰り返しがあるんですけれども、丸々ほとんど同じことなので、一度だけ弾いてみたいと思います。繰り返しがないとやっぱりちょっと物足りないですけど、では少し細かく見ていきましょう。フォルテとピアノを結構細かく書いているので、ちょっとそれが難しいかもしれないですね。はじめフォルテで始まるんですけど、右手が入ってきたら少しピアノになります。すると最後の2つのラと少しこうちゃんと目立って明確になりますよね。はっきり。その後、次はエコー、こだまですので、それの返事になるようにしましょう。なので少しピアニッシモ、落差があるように書いてますね。ピアノで始めて、フォルテ、ピアニッシモ、次もピアノ、ピアニッシモ、この強弱うまく作るとこううまくいくんじゃないかなと思います。次リタルダンドがね、のずっとどの音なんですけど、うまくちょっともったいぶった感じだと、次の部分がこう
アニマートって書いてますけど、生き生きとこう弾けるんじゃないですかね。やはり最後の音、しっかりと上がるように、ヨンポ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 ン、ヨンポ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 ン。一度ピアノに落ちますけど、その後アクセントがしっかりあって、リタルダンドで、で最後フォルティシモで、しっかり立派に終わります。ピアノの部分を作っておくと、その後しっかりフォルテにできるので、ぜひそこを、うまく作るようにしてみてください。